はい、おみさん、こんにちは、イータです。ということで、本日は東大に入って悪かったこと。いやね、もう東大入ったから、あと卒業して、普通に就職だろう。入ったら、ダメなんですよ。実はあるんです、東大に入って悪かったこと。本日はそちらについて、5つほどお話しさせていただこうと思います。まず1つ目、東大生は何でもできる神だと思ってる人がいる。これ特に受験を知らない人に一番多いんですよ。自分の話じゃなくて東大出身の方の話なんですけど、山田くんさ、君東大出身だったよね。悪いんだけど、うちのポットが壊れちゃったからさ、押してほしくてさ、バイトの君にこれ頼む、申し訳ないんだけど。いやいやいや、東大生は勉強ができるんであって、ポットを直すことはできないんですよ。東大生が得意なのは受験勉強、ポットを直すのが得意なのは電気屋なんですよ。東大生が何でもできるって勘違いしちゃってる人が多いんです。これは大きな誤解です。まあ結局その先輩はポット直したらしいんですけど。2つ目、学歴コンプの人の目の敵にされる。本当にあるんですよ。おー、君どこ出身だっけ。あの出身地じゃなくて大学。どこ？あ、東大。ああ、そうなんだ。うちの社長の今崎社長さ、君ちょっと知らないかもしんないけど、埼玉商業学院工業大学出身なんだよ。そう、本当にエフランなんだけど、だけど、社長知ってるでしょ？そう、めっちゃ成功してるのよ。ね、そう。学歴とか社が入ったら本当に関係ないから。学歴とかね、本当に関係ない。だから、そういうエフランの人だったり、高卒？それとかもう、本当に中卒の人もいるのよ。こういう世界には。なんだけど、そういった人たちの方が、逆に成功するから。社長率とか見てみ？そうなの。東大生よりも高卒の人の方が社長率高くなるの。だから、東大生とか、マジ使えないのよ。本当に。だからね、そんなね、勉強できる人より、社会使える人の方がよっぽどいいから。いや。じゃあ社会で成功できないお勉強のできない人と、社会で成功できないお勉強のできる人、どっちがマシなんですかって話なんだけど、そもそもこの社会には学歴関係ないんでしょ。学歴関係ないなら東大がダメだって理屈はおかしいんじゃないですかね。まあ受験で失敗したんですかね、わかんないですけど、あるみたいです。3つ目、これはね、東大生が真面目すぎることなんだよ。真面目なの。え、心理勉強した？まだ勉強してないの？社会行動論勉強してたよね。俺も社会行動論取ってんだよ。じゃあさ、俺の分の心理もレポート書くからさ、俺の分の社会行動論書いてくんね。いや、いや、そしたら君が社会行動論勉強できなくなっちゃうし。あ、いいよ、社会行動論のレポート終わってないでしょ。だったら社会行動論僕が来週教えるよ。教えるからさ、それで一緒にレポート書いてみない？いや、君が正しい。君が正しい。天と地がひっくり返っても君が正しい。うん。4つ目。いや、ないな。ちょっと5つ言おうと思ったんですけど、ぶっちゃけ東大の悪いとこ3つまでしか分かんないかもしれないです。皆さん東大に入りましょう。じゃあね。この度、僕を中心に講師が東大生オンリーの家庭教師グループを設立しました。今の実力を数倍アップさせる自信しかありませんので、詳しくは概要欄をご覧ください。